どうも、ワドツでーす。見えてます？待ってください。見えてる？はい。生活保護に関するドツマチでやります。今日はですね、2018年の8月の30日、13時58分です。よろしくお願いします。生活保護について何でも語っていこうと思います。はい、ワードツー。どうも。生活保護に関して言いたいことある人とか聞きたいことある人、反対意見、賛成意見、いろんなことを受け付けようと思ってますんで、ぜひコラボ上がってきてください。コラボになってるよね。コラボになってる。なってるかな。生活保護について語り合いましょう。大丈夫かな。コラボになってるかな。コラボ、なってるね。なってるね。コラボなってる？はいはい。了解です。久々のコラボワークです。まったりやりましょう。まったり。横が結構浮くな、この髪型。ジェルで固めないとダメかもね。サイドが浮く。しかしコラボ放送は画質が悪いね。相変わらず。
いや、パソコンからじゃないですね。コラボやるときはね、携帯電話からしかね、なんかパソコンだとうまくいかないんですよ。だから今回はね、あれですね、スマートフォンからですね。スマホは画質悪いんですよ。特にコラボはね、本当に悪い。これくらいの画質になっちゃいますね。まったりね、雑談でもしながらね、コメント拾いながらまったりやりましょう。はい、どうぞ。いや、もしもし。はい、もしもし。お久しぶりです。はい、どうも。お名前おどう元気、ぞ。誠です。はい、今日はどういったお話ですか？お元気ですか？元気ですよ。なんか、痩せました？ダイエットしてるんで。生活保護に関する、あれなんですけど。生活保護について何話しましょう？いや、何話しましょうじゃなくて、生活保護についての質問であったりとか、ご意見を募集してるんですけど。あ、質問していいですか？ああ、どうぞ。2つ受けてるんですか？生活保護、僕は受けてないですね、今。あ、受けていたんですか？過去に。過去に受けてましたよ。今は受けていないんですよね。そうです。収入源はどこですか？収入源はインターネットでの活動ですね。かっこいいさんからもらってるんですか？そうですね。アイテムをいただいて生計を立ててます。銀行振り込みとか。銀行振込はないですね。ないんですか？はい。アイテムのみの収入ですか？そうですね。はい。そしたら、途絶えたら生活できないんじゃないですか？それはどの仕事も一緒ですね。はい。電気止まってたっていうのはほんまなんですか？はい。どうやっごめんなさい。生活保護に関する、番組なんで、生活保護以外のことは、ごめんなさい。生活保護ですやん、電気って。はい。電気止められたってことは生活保護の話ですやごめんなさい。何言ってるかわかんないですね。ん。で、言ってますやんか、電気止められたんですかっていうのは生活保護に関しての話ですやん。ごめんなさい。ちょっと僕には関連性がわからないですね。関連性がわからない。はい。理解力がないってことですか？そうですね。はい。なんで理解力ないんですか？生活保護に関するお話が終わったんだったら、切りますけど、終わ終わっりてでいいなでいすです。か？終わってないです。はい。どうぞ。和藤さんは、はい。以前営業してたんですか？生活保護に関係ないお話は、ごめんなさい。他でやってください。生活保護に関して質そう問でいいです。すか？はい、どうぞ。生活保護を受けたいですか？いや、僕個人は別に受けたくはないですね。なんで受けてたんですか？生活に困っていたからです。じゃ、受けなかったらよかったんじゃないですか？受けなかったら死んでました。死んでよかったんじゃないですか？わからないですね。僕は死にたくないと思ったから、生活保護を受けま受けした。たくない言うたやん、今。受けたくないって言ったやん。
受けたくない。今受けようとは思ってないですよ。今は受けようと思っていない。はい。でも生活保護を受けたくないって言いましたやん、さっき。まあまあ、なんだろう、受けなくていいんだったら受けたくはないですね。受けなくていいんだったら受けたくない？はい。受けなくてもいいんだったら受けたくはないですね、僕は。受けなくていい生活がしたいってことですよね。いや、生活保護。生活保護を受けなくて済む状況であれば、生活保護を受けなくてもいいと僕は思ってます。それはダメでもうそうじゃないの？そうというのがちょっとわかんないんですけど。でも、生活に困ってたら受けたいってことですかね。生活に困ってる人が受ける制度なんですよ。生活に困っていったら生活を受けたいってことですか。受けたいじゃなくて、受けるべきだっていうのが僕の主張ですね。はい。それに対して、はあ。日本で良かったと思います？何がですか？生活保護あってええなって。あ、思いますね。よかったですね。はい、よかったです。生活保護、最高ですか？まあ、生活保護がある国はいい国だと思いますよ。生活保護の活動ですか？ごめんなさい、電波が悪くて、もう一回お願いします。生活保護の生活はどうでしたか？まあ、どうですか？まあ、生きられたから感謝してますけど。自由なお金はなかったですか？自由なお金って何ですか？そう、なんか、遊び代みたいな。まあ、遊びではほとんどないですね。僕はまあ、嗜好品でタバコは吸ってましたけど。キツキツ？まあまあ、はい。最低限の生活を保障する制度なので。よかったですね。はい。今は最低限ではないんですか、生活。そうですね。生活保護よりも稼いでいるので生活保護を抜けてますけど。出かけないんですか？毎日家で嫌じゃないん？生活保護とは関係ないですよね。生活保護に関して他はにい。コラボ上がった人いますか？いや、今始めたばっかりなんでまだいないですよ。あなたが一人目です。じゃあ2人目探せよ。まあ、嵐だな。はい。上がりたい人いたらどうぞ。はい、皆さん、わこつです。どうも。珍しくコラボやってます。トークの議題は生活保護でやろうと思います。よろしくお願いします。
制度に関心がない。不正受給が許せないだけ。ああ、なるほどね。なるほど。障害者年金等もそうですが、受給して生活が安定することによって逆に打ち切りが怖くて、消極的な生活、積極的な就活をすっかりやめてしまうケースが多いと思うんですが、どう考えてますか？実際そうですね。そういう現状になってますね。生活保護を、翌年抜ける方っていうのは1割未満と言われてます。実際そうですね。そういう現状がありますね。ただまあ1割の人は、生活保護から、脱却することができてますので、まあ僕は、その最低時給をこう上げるっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに考えてます。まあ、本当はね、働いた方が得をする社会っていうのを作っていかないといけないなっていうふうには考えてますね。まあ、働いてる人よりも生活保護の人が優遇されてしまっているっていうのは、まあ現実としてあるんじゃないですかね。まあ、だからそこは仕組みの問題じゃないかなっていうふうには考えてますね。なんか矛盾してますよね。矛盾はしてるんじゃないかな。ね、デフレと景気の悪さを一緒にしてる人は多いような気がしますね。デフレーション。インフレーションしたらどうこうっていうのは、どうなんだろう、関係あんのかな。デフレ脱却はあんまり、まあ、公務員が得はするんじゃないかなとか思ってるけど。どうしてそういう仕組みになった？縦割りだからじゃないですかね。
デフレでなんで公務員が得をするのか。公務員の給料って、安定してるじゃないですか。で、デフレっていうのは物価が下がるんですよ。だから安定した収入で、デフレに入っていくと公務員が得をするっていう。例えば、バブルの頃っていうのは、まあ、デフレじゃなかったわけなんだけど、公務員って結婚したい職業とかじゃなかったんですよ。なりたい職業とかじゃなかったんですよ。でも今結婚したいランキングにもなりたい職業ランキングにも公務員って上がってきてるんですね。で、なんでかっていうと、デフレ社会で得なのは公務員だからっていう。そんな感じです。物価が下がっていく中で収入の方は変わらないってことは、相乗的に得をしますよね。納得ができない。なぜ？例えばお給料30万円でポテトチップス300円と、お給料が30万円でポテトチップスが30円だったらどっちの方が得ですか？ああ、後者ですね。はい。後者の方がいいです。アイテムで生活してる方が僕はいいですね。僕は、生活保護を受けているときに、アルバイトを始めて、アルバイトっていうか、まあ、作業所での仕事を始めて、作業所でのお給料と、あと、ふわっちでの収入っていうのは生活保護費を上回ったんですよ。で、そっから、生活保護を脱却しました。はい。要は、ふわっちに来てからですね。ふわっちに来て働き始めて、で、収入が上がったから抜けたっていう感じです。健康で文化的のうち、文化的の解釈がいまいち、変わらない？変わらないんですが、解説し、変わらない？いまいち変わらない？健康で文化的のうちの文化的の解釈がいまいち。まあ、健康は言葉通りだと思うんですよ。で、文化的っていうのは、まあ、どういうことなんだろうな。まあ、最先端。まあ、普通の人間らしくみたいな意味だと思う。最低限の生活を保障するっていうことだと思う。あ、わからないか。まあ、文化的っていうのは、例えば、インターネットを使うとか、エアコンを使うとか、そういうことだと思いますね。カルチャー、文化的。まあ、だから、現代に即したものっていう解釈でいいと思いますよ。例えば、健康でも、なんだろう、エアコンとか使ったらダメですよとか、そういうことではなくて、なんだろう、インターネットとか、まあ普及しているものは使える最低限のものっていう意味だと思ってもらって大丈夫だと思います。まあ文化。要は、みんなが文化として取り入れているものは保障しましょうって意味だと思います。こんにちは。生活保護で保障されている最低生活費を超えた瞬間に生活保護は打ち切りになるのでしょうか？それとも最低3ヶ月ぐらい猶予を見てくれるんでしょうか？あ、いい質問ですね。いきなり打ち切りっていうことはないです。僕はかなり急いでもらって3ヶ月ですね。だいたい半年ぐらいの猶予があります。で、それも人によってケースバイケースなんですけれども、例えば明らかに、収入が安定が見込めている就職先とかの場合でも、まあ3ヶ月ぐらいはもらえると思ってもらって結構です。そういうね、収入が安定してる場合っていうのは、見込める場合っていうのは、まあ2、3ヶ月とか半年とか、それくらいで切られると思いますけど、あ、いきなりブツって切られることはないですね。っていうのも、お給料をもらってから返還、申告っていう作業に入るんですよ。で、申告をした上で今後抜けようかっていう議論があって、会議があって、で、正式に書面が出されるんで、まあ3ヶ月間ぐらいの猶予はあると思ってください。
受給金額っていうのはですね、国民調査っていうのをやると思うんですよ。チョコレート何枚食べてますかとか、エアコンのとか、電気代いくらですかとか。なんか、すごいチェック項目がいっぱいあるやつ、みんなもやったことあると思うんだけど、国からランダムとか、国民一斉にやったりとかするやつあるじゃん。あれで、現在の生活費っていうのを決めて、で、国が決めて、で、それで支給されるっていう流れですね。まあ、大体なんですけど、家賃プラス7万5千とか8万とかそれくらいだと思ってください。あ、揉めましたよ。はい。揉めたけど、まあ僕は戦いましたね。はい。生活保護イコール配信やったらダメっていうのは、明らかにね、憲法違反なんで。いきなり切られるっていうことはないですね。なんか今ね、生活保護の人が堂々と配信できるようになった先駆けなんで、4年前に僕が始めたんで、その頃みんなカミングアウトしてなかったんだけど、隠れながら配信やってたんだけど、今当たり前になったもんね。結構テレビとかで僕のことぶったたかれたりしたもんね。ひろゆきが、西村ひろゆきが擁護してくれたけど。はい、お帰りなさい。生活保護、ふわっちの収入はバレないって生活保護配信者が言ってましたけれども、本当ですか？いや、通報があった場合っていうのは区役所は調べますよ。だから、調べたらバレるでしょうね。生活保護者がパチンコに行くのはどう、個人的に思ってるか、それとも法的な根拠、どっちですか？僕が個人的に思ってることなのか、法的に合法なのか違法なのかっていうのは意見が違うんで、僕がどう思ってるかなのか、法律的に OK なのかダメなのかっていう、どっちを答えればいいですか？生活保護当たり前になったらダメ。なぜダメなのか教えてください。配信では生ポは普通ですが、リアルだと近所に知れたら恥ずかしいですよ。あ、そうなんですね。法的にも個人的にも、法律的に言うのであれば、生活保護者がパチンコをやることは合法です。違法ではありません。はい、合法です。で、個人的には僕は行かせるべきではないし、行くべきではないと思ってます。はい。生活保護が当たり前なら誰も働かない。いや、働くと思いますよ。はい。生ポに労働が義務化されたら受ける。生ポに労働が義務化されたらっていう意味がわかんないですね。生活保護はそういう制度ではないです。住宅ローンある人でも受けられるんですか？受けられますね。まあ、ただ転居にはなるだろうけど、資産の売却はしないといけないから。
ていうか、ベーシックインカムは必要ないですね。ていうか、生活保護っていうのがベーシックインカムです。俺はね、売却命令っていうのは一個もなかったですね。僕自身は。私的ではなく申告をすればいいんですよ。贅沢品かどうかじゃなくて、申告をまずしてるかどうか。で、審査をされて、所持して OK だってなったら OK ですよ。生活保護はなぜ当たり前で堂々と思うわけ？例えば、学校に行ったり、図書館に行ったり、道路を利用したり、橋を利用したりとか、年金をもらうのに、後ろめたいって思わないですよね。それと同じです。不発の収入は役所に申告しないと不正受給になります。派遣で仕事していて収入が足りない場合、受けられますか？っていうか、本来はそういう人が受ける制度ですね。ローンや借金がある人は全てのローンや借金を返済もしくは自己破産しない限り受けれません。それ間違ってます。受けれます。画質悪いね。コラボ放送は画質悪い。はい、ワードツ。違いますよ。シージュさん違います。年金は、10兆円の皆さんの税金投入されてますよ。足りない分が。何言ってるんですか。生活保護税金からって言うけど、生活保護費は2兆円かかってるんですよ。その5倍かかってますよ、今の年金。足りない部分10兆円皆さんの税金使ってますよ。チージュさん、それ間違い。かけた年金で足りない部分をもう10兆円補填してます、今。ベーシックインカムの方が楽だろうけど、低所得者の人の生活は、下がりますね。何言ってるんだ、事実を言ってますけど。いや、生活保護ある一定の条件満たさないともらえないから、どの条件だろう。補填。要は皆さんの税金で年金の足りなかった部分の10兆円っていうのは今配られてる状態ですよ。生活保護受給に、イニエスタさんね、この URL 見てください、まず。この URL 見たらわかります。3分間で動画流れるんで見てきてください。生活保護はお金がないことが条件ですね。生活保護の不正受給が発覚すると、収入が保護費より下の場合は差額返還ということになり、保護費から収入分を過払いして返還することになり、話し合いで分割。何を言ってんだろう。生活保護を受給している事実が第三者に知れる可能性というのはあるんでしょうか？ですね。いとこかな？親、おばあちゃん、いとこ。まあ、親戚に手紙が行きますね。ベーシックインカムは社会保障をなくす制度なんで、全部なくなりますよ。生活保護は一番最初になくなると思います。財源を確保しないといけないんで。親戚に手紙行きますね。
年に1回その手紙を書く権利っていうのを役所が持つんですよ。まあ、行くかどうか、実際問題行くかどうかっていうのを判断、配る権利があるだけで、役所の方に。実際手紙を出すかどうかっていうのは役所の判断ですね。それは間違ってますね。生活保護は基本的人権。まあ、立憲主義なんで、この国は。基本的人権を守るための制度なんで。何歳からでも受けられますよ。初見さんいらっしゃい。日本人であれば受けることができます。暴力団以外、条件はそれですね。暴力団員以外は受けることができます。仕事したくないからどうとかいう思想の問題ではなくて、現在困ってるかどうかですね。現在収入があるかどうかだけです。法治国家、まあ法治国家じゃなくて立憲主義ね。まあ、詳しく解説してるんで、この動画まず見てください、初見さんは。この動画に全部書いてあります。この動画見るといいよ。リツイートしてみたら。義務条項についても説明してますよ。ペットに制限は特にないですね。はい、わざつ。生活保護費はね、うん、年齢とかにもよるんだけれども、状況、まあ手帳持ってるかどうかとか、年金もらってるかどうかにもよるんだけど、まあ普通の場合、まあ俺の年齢だとね、家賃プラス生活費8万円って覚えておいてください。大体ね、ざっくり言うと。ざっくりだね。俺は審査がある方がおかしいと思ってるかな。年齢と状況と家族の構成によります。さあ、いびきすごいな。
働いてたら審査通りますよ、働いてる人でも。いや、生活費の方は値段変わりません。それ間違ってます。シージューさん、さっきから間違ってます。全国一律なんで。役所に聞いたら教えてくれますね。家賃以外の生活費の部分は一律ですよ。まあ、冬季加算とかあるエリアとかあるけど。だから住宅扶助って家賃を除いた生活費だっつってるじゃん。10万ぐらいはもらえないよ。うん、それはだから家賃でしょ？家賃を除いた生活費ね。支払いでカツカツの生活をしていて、覚悟する体力はない。理由はないです。生活保護っていうのは、薬剤以外のすべての人、所得の低い人は受けることができます。条件はないです。所得が低い人で、薬剤以外の日本国籍を持ってる人なら、どんな人でも受けることができます。ベーシックインカム俺始まらないと思うよ。所得低いだけでもらえますよ。所得が全くない場合は対象ですよ。もらえますよ。生活保護費以下。年金は破綻してますね。10兆円の税金毎年使ってるんで。ヤクザ辞めた場合はいいのですか？ヤクザを辞めて警察の登録から外れて5年後かな。もちろん、資産と所得が一定以上あるとダメですね。
人口バランスが崩れたからだね。声聞こえない。14万だとダメです。はい、受給資格がないですね。生活保護以上の生活になってるんで。声聞こえる？うん、ないですね。もらえないですね。生活保護っていう制度が悪いことだと思ってるからじゃないですかね。水際作戦ありますね。だから、ちゃんと申請書をもらうまでのプロセスっていうのを知らないと、水際作戦に騙されて帰ることになっちゃうんで。パソコンで配信する？パソコンの方が見やすい？パソコン配信に切り替える？とつまち、やめて。パソコン配信の方が見やすいっすか？皆さん。配信環境変える？とつまちやめて、普通の放送にする？どうしよう。パソコン配信にします。見づらいっすか、映像悪くて。外国人は本当はもらったらダメっていうのが最高裁の判例が出てるんですけど、実際もらってますね。見づらい。パソコン配信に切り替えます。